介です。クジラゲームオンラインやっていきたいと思います。このハードモードというのがねアップデートで追加されました。やってみましょう。ハードモードをするとなんとですね、怪しげなこのクジラの進化系、クジラのお父さんですよね、お父様に値するキングクジラがね現れるんじゃないかと噂されております。それを今回見に行きたいなと思いますんで、ダブルクジラを達成します。そうすればキングクジラ出るはずなんで、それを一点集中狙いでいきますね。皆さんよろしくお願いします。もうこの動画はもうキングクジラをもう撮るための動画なんでね、いくぞ。さあこのように並べていって、ある程度カットしましょうか。じゃあちょっとシャチできるぐらいまでカットするわ序盤ね。さあここからやっていきましょうか。ジンベエザメ右下で作れてるんで、これでいけるんちゃうか。連鎖で OK、 シャチできた。でこっからやな、右下シャチ結構強い形やと思うんでね、こっからどう組み立てるかやけど、ちょっとあれやな、下の方になだれ込んじゃったからね、あの辺の救出向かおうか。クラゲはちょっと助けられへんかもしれへんな。これまずはここでマグロ立てて、あのクラゲからね順番に助けたいから、とりあえずカニ立てて、よしこっから熊の実でなんとか準備していきたいけど、熊の実引けたな。よしこの熊の実でフグに進化させようか。オッケー。やけどちょっと危ないな、ここもウミガメ行くか。うわー、パルクールしてもうた。これちょっとまずいな、パルクール状態。一旦じゃあここで作っていきますか。ウミガメ作るわ先に。ウミガメ作って、ここももう一度チャレンジ。うわー、あかんか、転がっていくな。よし、じゃあこれでいいや、これでマンボにして、あそこクラゲいけるか、無理やな。ほんならここ置いて熊の実で、ここにウミガメ立てて、マリモがま使いにくいっていう環境になってるからね、これいくわ。よし、まあこれでいいでしょ。この間でマグロぶっ立てるっていう、でさらにここフグへ進化の伏線を張っていく、いいですよ。熊の実、熊の実、とりあえずねシャチをもう一匹作らなあかんから、こっちか。いやこれあれやな、クジラ作らなあかんから、あんまり真ん中にちっちゃいの詰めたら負けるな。真ん中のちっちゃいのちゃんと回収した方が良さそう。ほい、回収して、よしよしよし。でここにマグロぶっ立てて、おー大丈夫か、あんまり崩れないでほしいな。フォーメーションフグ用意して、これも打つわ。カニ、オッケー。これでウミガメ、あこれ結構いいのできそう、打ってみましょうか。いけ、よし、ジンベエで、これでジンベエとこのシャチの間でうまいこともう一本作れればって感じやな。一旦まあここは土台安定させようか。そこのちょっと熊の実はこのマリモから発火していこうか。マグロ、あこれカニ立てよ、カニ立てていきたいが、カニ立てろ、オッケー。でマリモ発火で服まで、オッケー、いい感じやで、これかなりいいぞ。でカメのここに置いといて、で進化、オッケー、カニ。でこれクラゲにしましょうか、クラゲにして、でフグキャッチよろしく。よし、クラゲ来た、クラゲ来た。でこれでマグロ立てよう、オッケー。でクラゲからカニ、どうこれで、ウミガメやろ、結構ええ感じ。あとはカニをもう一回引きたいかな、押し込んで、よし、ここに、ここにフグ置くわ。でクマノミ進化させてフグまで準備できる、いいね、フグまで準備。でクラゲ次来てるからネクストネクストに、これで撃つわ。いけ、マンボ、マンボならないでいく。あーそうですか、もう一回じゃあ盾で構えるかな。よし、これクマの実からいけそうやな、クマの実からカニ、マグロをぶっ立てようか。マグロぶっ立てて、ここにカニ立てるわ。さあかなり高度が下がったね、高度が下がってカニ立てていく。うわ難しいな、まあ、ここクマの実から入ってこんな感じか、でマリモ発火でっていう感じ。ここの接点にカニ置いて、マリモ来てくれてるわ、なマリモで撃つわ。オッケー、でこれ撃っちゃおうか、一回マンボウ、オッケー、一回マンボウにして、でここにフグ置いて、いい感じ。よし、これマリモ、マリモやけど、でも置くとこないよなこれ、こっちで安定でクマの実しといたらいいかも、滑ったら嫌やから。でこれでいくわ、マグロ、オッケー。であとはジンベエなるもんな、これマグロ先立てようか、ここでこうやってな、
マグロの先立てで申し込んどいて、で熊の実熊の実でここ発火しようか。熊の実熊の実で発火して、うわー、そこカニならへんかったん誤算やねんけど、フグが間に入っちゃった。ちょっと冷静に食べさそうやな。これフグ間入れていこうか。ここ間、あー上でカニになっちゃった、やべ、ちょっとまずいな。まあまあまだ大丈夫だと思うねんけどね。ほんならここで発火点か。でももうカニ来るからカニ待った方がいいかもな。これでいけ、押していった。でどうしようかな、押し込んで、あーこれ副救助すべきやな、副救助やな。だからこっちで一旦やっていって、副助けたい、ここここここの副助けたい、よし。でこれでマグロに女子、これでなんとかなったんじゃ。これであの副を左に申し込めばいけるから入るかな。一応クラゲからいくか。あー入らへんわ、全然入らへん、ちょっとまずいな。ダイレクトカニ人からいきますか。じゃあダイレクトカニ人からオッケー。でジンベイとジンベイぶつけるのはまずいぞ。これジンベイとジンベイぶつけるには右をなんとか進化させるべきやな。なんで、まあ、こここうか。でここで進化させればオッケー。よしジンベイとジンベイ、おークジラ来た、クジラ来たよ、でかいな結構クジラ。これはでもあんまりこっち大きくしたらまずいかもしれんな。こっちで行こうか。フグ、ここはまあこうここまでしょうがないかな。カニさんまではで、こうしてカニ立てて、ウミガメ、うわーこれ結構土台が悪いな。これ救出できるかな、こっち無理やんな。マリモがなんかクジラの中入っちゃってんねんけど、オッケーオッケー。まあこんな感じでゆっくり組み立てていこう。ネクスト見ながら、ウミガメがね右に転がらないでほしいね、大事やから。ウミガメそこ追ってな、ちゃんと左もたれかかっといて。でこれでマンボウにしていって、フグ、うわー結構きついかこれ。ちっちゃく育てるかこっち、右はちっちゃく左でっかくでいくわ。ここにでっかく置いてんで、ここにフグキャッチよろしく。でちっちゃくはこっちやから、クラゲ置くとこないんで、まあ、ここかな一回。で進化して、うわーこっち、よしこれでまあちょっと詰まった、ちょっと盤面詰めて縦にしようかな。縦でカニ入れちゃおう。あーあんまあかんか、よくなかったかもね、入りが悪い。マリモ、うーんこの辺ちょっと難しくなっちゃったな。クジラでかいね、まあ、とりあえずこの辺救出するか。あのマグロはまあ無理として、これ上に上げていけると思うからそれでいこう。先行進化、ウミガメ作って、あこれ結構いいぞ、立てるわ、立てて、あ立てたけどあかんか、立てたけど下あかんかったな。ダイレクト陣下行くわ、あ間違えた、ここよし、いけた、よしよし、滑っていってっていう形を取っていく。でフグ立てよ、フグこっちで立てるか。カニして、カニなかなか消えへんのなこのゲーム、ほい。でこっからカニ立てて、よしこれでフグ立てよ、フグをここに立てたい。こっちでいいか、安全に。ちょっと、安全にここの発火点残したいからな。熊の実の方は。熊の実発火いきますわ。オッケー、熊の実発火いっといて、これ、こっちやな。とりあえず左のジンベエザメ使わなあかんから。ここにカニ立てて。で、マリーも。はい。ウミガメ立てていって、ここマグロでウミガメ、ウミガメぶつかるかな、いけるか、ぶつからないでいく。押し出したいけどな、あんま押し出せそうにないか、まあ、一旦上に立てるか、上に、あーマグロ、カニ
ちょっとあんま良くないから、さあこの人がいいね、これね。でここの熊の実まず発火していこう。フグ、順番がちょっと狂ってきてるからな。でまずここにマグロ立てて、でカニ、あ、いい感じや、ここ連鎖でいけそうやけどな。ここにカニ置けば連鎖や。そうしよう、そうしよう。そしてカニ来た、これで連鎖で、でジンベエザメがオッケー。おお、どうだ、うわー、どうだこれは。頑張ってほしいな、それぞれのお魚さんたち。どうしよう、とりあえずここか。まあ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 、悪くはないのかな。ピッポパピロパロ、悪くはないんじゃないかと言いたい。てれれ、うわー、そこ詰まった、やばいぞ。カニがキャッチしてくれへんかってんけど、ちょっとまずいな。お、押し込んだか、かなり押し込んで、スペースは確保したが、危ないな、危ないよな。おー、かなり滑っててくれてはいるな。で、これで熊の実から、あ、間違えた、ちょっと間違えたな。んなら、これネクストネクストだからね、ネクストのやつ間違えとけあんのな。マグロぶっ立てるか。で、転がってきたやつに対して、左で当たれよ。ちょ、ひっくり返すわ。この腕で、左と進化さす。おっしゃ、いけた。ほんなら、次、あのクラゲか。ここやな。ここの接点を育てなあかんわ。ここにカニ流し込むっていう戦法やね。ネクスト、クラゲ。で、カニ、丁寧に立てて、流し込む。カニ流すクジラ、言うんですかね。あー、これは、ここ進化させようか。進化させて、はいはい、いい感じじゃ。で、カニを流し込んで、で、これで、ウミガメ作ろう。おし、ウミガメ作った。うわ、どうだ、いや、結構ええ気がするぞ。いいぞ。で、こうで、お、マンボウまで行ったか。ちょ、あんまり、隠れ熊のに落ちないでほしい。そのジンベエで耐えてくれたら、砲にできるから。攻撃砲にできるんで、マグロとかに。うわー、止まってほしいな。止まれ、止まった、ナイスバランス。あー、でもマグロがひっくり返っちゃう、これ。おー、ナイス、マグロのその、あの、下のヒレ2つ、ナイス。これ、カニアウトかな、ギリギリ。カニ行ってほしいな。いや、これ、ここでいいか。カニアウトの可能性あるから。そうしよう、そうしよう。で、ここで、おー、下がった。ほんなら、ここの間にフグ入れる？入られへんねや。意外と硬い。ほんならこっちに立てるわ。こっちにカニ立てて、もう一匹マグロ作るか。で、カニ、で、こっちうまいこと剥がしたいな。お、剥がれた、剥がれた、剥がれた。おー、これついカニも見えてるぞ、一応。見えとるから、フグ一旦こっちでいいんか。で、これで、時間稼いで、撃つ！オッケー！いやー、しかし？しかしやな。ちょっとスペースきついな。マリーも、あー、あそこのマグロが使えちゃってんのな。ここが使えちゃってる。こうして、これなんかカニとかに進化させた拍子にうまいことな。言ってくれたらいいねんけど。あ、いった！カニ！あ、これはチャンス！あー、どうしよう！ウミガメ1個立てるか！よしよし、ね、あのカニ、ぶつかってくれ！あー、無理か。まあいいか、マグロ立てちゃおう。ほんなら次、ここの接点で、カニ来てる、カニ来てる！カニ来てる！カニ来た！撃て！マンボウぶつかれ！マンボウ！いけ！いけ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 ！マンボウ！マンボウいけ！マンボウ！ビーム！ジンベイ！今度ジンベイぶつからなあかんのか。ジンベイ！あそこのカニ剥がすわ。よし、クマの実から。どうしよう。ま、クマの実？いやー、あそこクマの実剥がしたいけど、こもへんもんな、ツモが。いける？剥がしたぞ、ちょっと。いやー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。これ、キングクジラのチャンスやのに。
ここウミガメ外す、剥がすべきやな。ウミガメ剥がそう。ここに、上にマグロ立てたいな。カニ来い。あー、カニがあんま消えへんな。あんまり間に物置きたくないから。おー、ナイスナイスナイス。その角度耐えたん、いいぞ。フグ来てるからね、そろそろ。フグを使って、まずマグロ立てよう。で、ここのマグロうまいことって感じやな。ピッポパーなってるけど、ジンベイがぶつからないと俺ほんま、あかんからね。はい。カニ来てるな。カニ来てるから。うわぁ。これ一発ダメージ食らいに行こうかな。ダメージ食らいに行こう。うん、ダメージでいいわ、ここは。ダメージ食らうけど、これでマンボウが受けば、いける。マンボウ受け、マンボウ受け。よいしょ、よし、よっしゃ、来た。お、サンダー、来た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 、キングクジラ、すげー。おー、かっこいい。ダブルクジラ達成してキングクジラになった。すげー、演出好きなんや。おもろすぎやろ。これでもマンボウとマンボウぶつかれへんな。結構きついかも。あー、これまあマリモ入ることが分かったからマリモ入れてみようか。もう一回カニになればチャンスあるぞ。あそこなれ、おっしゃ、ジンベイいったわ。これあるぞ。これもうここで差し押さえようか。あのあいつは助けられへんから、クラゲ助けられへんからね。よし、ここも連鎖でいこう。このジンベイザメの背中を利用して、よし。で、こっから、どう立てていこうかな。フグ軸。こう、ここかな。これ判定どこにあんのやろ。あ、判定ちゃんとその怒りマークの武器もちゃんと判定あるわ、これ。そうなんや。カニで押さえて、で、これ、クマノミ連打でいこうか。コンボでいきます。で、こうやね。オッケー、流し込んでってイメージやな。で、これしっかり立てて、はい。これは大丈夫かな、発火しても。こっち発火かな。そのまま海を下ろしたい感じやもんね。で、並べて、はい、はいよ。さらにこう、でここはマグロにしましょうかっていうイメージ。かなりこうキングクジラがええ感じになってるから、地形としていい役割果たしてる。ちょうどあそこで止まってくれるからね。引っかかりがあるから。よしよし、この辺で連鎖こう作っていくのでかい。さあ、こっからですが、ま、一回こうか。で、カニが直接来たらもう発火しちゃおうか。オッケー。で、次右から何とかしなあかんから、ここ打つか。いや、打ちたいけど、ちょっと危ないんで、ダイレクトフグでいくわ。ダイレクトフグで打てば、安全に転がらへん。で、こうやね。で、さらに、立てていって、カニ来たか。ここ置いといて、マグロ立てようか。マグロ立てて、で、ここでカニ立てよう。カニ立てて、クラゲ転がりそうやな。その転がすのもありやな。転がらないのであれば、オッケー、それはそれで。おい。あ、ここでマグロもう一匹って感じやな。で、カニから、あ、カニ来るな。カニ来るけど、一回剥がしたいな。よし、クマの目ぶつかって、そうそうそう。いけるか、これ押し込みで。ジンベ、よし、行った。さあ、どうか。このスペースやな。この真ん中のスペースがどうか。真ん中のスペース、うまいこと、使いたいな。こう、シン、これでいけるか。で、ここにカニ流すわ。カニ流すクジラでいきます。いけ！おっしゃ、来たー！ええ感じやね。で、さらに進化して、あ、結構耐えるねんな、これ。カニが滑っていくかと思ったけど、そこの、その、キングクジラの引っかかりめっちゃ強いねんけど。全然ほら、キングクジラが逆に回ってるっていう。
はい、熊の実、マリモで、カニ立てって、先にカニ立てから、フグ、キャッチよろしく。ノットキャッチか。ノットキャッチか。まあ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 いいでしょう。こうやな。ウミガメと合成したな。ウミガメの中にマリモ。で、ここにマグロ。マグロマグロ一回土台安定させようか。で、キャッチよろしく。この両手。さらにこの接点に置いて、進化。これも進化でいいよ。オッケー、カニ。で、さらに、どうしようかな。フグ、フグやね。フグから行きたいね。フグから行っといて、オッケー。さらにここで置いとけば、ええ感じやない。おっしゃ、転がってきても全然いいと思うよ。カニカニカニバル上に立てて、こうしようか。よし。結構マリモ連打来てるからね。ここマリモ連打使おっか。マリモ連打使っていく。で、ここも並べて、フグ。発火にはならんか。はい。熊の実、熊の実で。お、ええ感じやな、ほんまに。ツモが結構ええ感じ引けてるな。で、ここを一発発火して、ウミガメぶつかってくれてもいいけど、これでぶつかるかな。オッケー、ジンベイ、よし。順番がかなりいいもんな。で、次が、これ右にマンボウ立てたいな。とりあえずここ右に強いの、マグロとか転がすわ、ここ。どんどんマグロをスライドさせるイメージでいきましょうか。マグロスライド。ここ次も見えてるしな。次ここ見えとるから、ここでウミガメ立てようか、先に。はい。で、ここもウミガメ、ウミガメいっちゃいますか。オッケー、ほんで剥がして、で、マグロ立てようか。で、この右側でカニカニカーニバルすればオッケーやから、ここに置いといたらいいわ。よし。で、マリモちょっといらんのな。進化してマリモで、これでマンボウ立てよう。マンボウ立てて、ここマグロにしても強いかもな。ここマグロにして連鎖か。もしくはここにマグロ立てる。あ、ここにマグロ立てよう。その方がいいわ、将来考えた時に。なんで、ここやね。ここにマグロ立てて、熊の実。さあ、こっからカニがどうかやな。ここ、こうか。ドーン！オッケー。で、あとはこの右で発火できれば、すごく強いぞ。フグ来るか。いや、もうこれでいくか。これでいこう。あ、マンボウ！いけ！よっしゃ！おー！すごい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 ！キングクジラとクジラっていう、すごいフォーメーションや。ええー、面白。ほんなら今度次あれやな。左で作っていかなあかんもんな。一旦こうか。ちっちゃいのちょっと一旦こっちどけて。めっちゃ面白いやん。キングクジラ、クジラ、言うんですかね、フォーメーション。で、こうやな。こっから結構ツモ大事やもんな。まあまあ、ここはこれで発火していって、並べるこのクジラのこの丸いところを使っていく。ここもいいかな、やっちゃっても。オッケー。です、クラゲ見えてるから次。ネクストネクストが。これでいいな。こうやな。で、カニ立てて。これも滑ってくる前に、カニやな。どうしようかな、ウミガメ。ウミガメを立てなあかんねんけどな。とりあえず、ま、ここでいいか。転がる。どれぐらい転がるかやな。そんなもんか。で、次、カニ見えてんのな。で、ここでウミガメ立てるか。ウミガメ。ほんで、ここに、まあ、カニからマグロ立ててもいいけど、でも、その次のスペースが、カニ置くとこないかもな。これ置けるカニ。あ、ギリギリ置けるわ。これギリギリ寝かせれるから。判定上セーブか。あ、アウトか。判定上アウトだ。ってなると、
ここの間か。接点で頑張れってことやな。あー、今のカニカレーのきついな。早め進化させて。アウトか。やばい、 SP 切れた。うわー、 SP 切れたー。ということでキングクジラできましたんでね、6210点でした。ご視聴ありがとうございました。